はい、皆さんこんにちは、ワンダルフルビジです。では今回は提督の決断ホープアップキットヤマトとコーリベンジをやっていきたいと思います。とはいえこのヤマトとコーリベンジのショートゲームモードから始めた場合、相当に難易度が高くてですね、コメント欄とかツイッターのリプの方にはですね、クリアできたよっていうね、報告していただいている方大勢いらっしゃるんですが、確かに僕もですね、なんとかこの沖縄戦、この作戦だけを勝つことは、まあ、10回やれば1回ぐらいはうまくいくんですね。というのも、沖縄にある敵の航空基地、アメリカ軍の航空基地2つを破壊すれば、一旦勝利条件を満たすので、勝つことができるんですけども、その後キャンペーンモードに移行したときに、味方の艦隊が、まあ、壊滅してたり、あるいはアメリカ軍の艦隊がね、完全にね、ノーダメージで残ってたりすると、その後のキャンペーンモードで積みます。なので、ちょっと今回はなんとかねキャンペーンモードもクリアしたいなと思っているので、試行錯誤しながらプレイの方をやっていきたいと思っています。なので、仮に失敗した場合も動画の配信はさせていただいて、ちょっと皆さんからねアドバイスして、あそこはまずかったよねとか、あそこはなかなか良かったですよとか、まあ、ちょっとそういうコメントとかアドバイスとかね、ご指摘をいただいて、修正しながら最終的に、キャンペーンモードクリアまでやりますということでね、意気込んでやっていきたいと思います。では沖縄戦、早速始めていきましょう。まず最初に考えなきゃいけないのが、投入する艦隊になります。でまず、ヤマトが入った第一艦隊、ヤマトと矢作の入ったこの第一艦隊は絶対に投入しなきゃいけない艦隊になっているので、これはもう固定です。で、残り2個艦隊投入できるのでどれを投入するかというのがまず最初に考えなきゃいけないポイントになります。なのでちょっと見ていきましょう。まず第2艦隊の方は戦艦長門、あと軽巡駆逐艦から合計9隻、まあ、ちょっと火力的にね長門だけになってしまうのかなというのがあって厳しいかなと思ってます。まあ、とはいえね駆逐艦が全部で5隻入っているので、まあ、駆逐艦による魚雷攻撃、水雷戦を展開して敵の空母を潰せれば、まあ、あるいはというところはあるかなと思います。で続いて第3艦隊、ここ軽空母劉邦、以下従順が4隻入っているので砲撃戦もある程度こなせるというのがこの第3艦隊ですね。で、橋本慎太郎少将がこちらの艦隊の指揮を取ります。で第4艦隊ですが戦艦春田、あと航空戦艦ヒューガ伊勢、さらに正規空母天城と葛城、入っている、まあ、それなりに戦力のある艦隊ですね。艦載機数も全部で162機。続いて第5艦隊、ここは正規空母軽空母合わせて、3隻、航空機の数は105なので、こちらもなかなか戦力が充実しているので、いつも僕がプレイするときは第4艦隊とこの第5艦隊を投入します。ただし、やっぱ第3艦隊のね、この従順4隻の火力も捨てがたいよねというのがあるので、ちょっとここはね、皆さんからアドバイスいただいて、もし第3艦隊投入した方がいいっていうね、ご意見が多ければ、第3艦隊を投入するパターンをね、試していきたいというふうに思っています。続いて、艦隊の配置ですね。敵の航空基地の場所は知れてません。が、場所は知っています。ただ航空攻撃を加えるときにはゲーム上で認識させる必要があるので、そこだけ注意が必要です。で、まず僕がいつもやるパターンだけね、今回試していきますけども、まず第1艦隊一番左、で、第4、第5艦隊を右側に配置します。で、日没とともに突入という形なので、ここもね、艦隊の配置と、日の出、日没、どっち出撃させるかっていうのはね、ちょっとご意見をいただきたいところにはなりますね。さあ、では、進めていきましょう。まず一旦ポーズしてます。で、ヤマトが沈むとゲームの左上に出てるように、終わってしまうので、まずヤマトを退避。で、駆逐艦浮遊機を本島に、沖縄本島に突入させます。これはですね、敵の航空基地の場所を、まあ、知っておいて、日の出とともに爆撃隊を飛ばしたいがための、まあ、苦肉の策、冬月一隻駆逐艦を犠牲にする作戦です。で、続いて、第二艦隊の方は、今夜間で空母、艦載機発艦できないので、空母を離脱させましょう。
ちなみにアメリカ軍のね、夜間の攻撃機、爆撃機飛ばせるって、ぐるぐる飛んでます。了解。で、続いて第5艦隊。ここもね、空母。使い物にならないので、夜は。空母を一旦、離脱させて、残った艦隊で、南下を進めます。では、時間を進めましょう。雨が降ってくれるとね、本当にありがたいんですけどね。ちょっと残念ながら今雨が降ってるっていう状況ではないので。ちょっと今回からね、もう確実に見栄えではなく勝つためにですね、攻撃範囲とかももう表示させてます。なのでちょっと画面が赤くなってて見づらいかもしれないんですけども、これでも確実に敵のね、レンジ内に入ったら攻撃を開始していくと。まあそういう動きをちょっと目指してます。雨がいつどのタイミングで降ってくれるかというのもかなり大きなファクターになるんで、ここは最初緊張感あふれる最初の敵の位置の発見報告。敵の艦隊がどこに潜んでるか。雨をザンザン降ってるタイミングで敵の艦隊を発見できると一番ベストなタイミングですね。で、夜明けが5時だったと思います。確かちょっと確認しますが、日の出まだとまだ7時間30分。あって今21時なので、やっぱり5時ぐらいですかね。日の出が5時ぐらい。なので、日の出とともに爆撃隊を飛ばす。了解。ちょっと艦列を整えましょう。駆逐艦縦長になってるとね、結構しんどいことになるんで。了解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 。まだ敵の艦隊の発見報告は入ってないですね。了解。艦列を整えて敵の艦隊発見の報告を待ちます。おっと、発見したね。第3艦隊、第2艦隊が敵を発見してる。そしたら敵のいる場所海域に突入をかけていきます。第1艦隊も、艦列を整えている最中ですが、出撃をしていきましょう。さあ、まずは砲撃。敵のレンジに入ったらすぐに攻撃を開始します。第2艦隊はこのまま南進。第2艦隊はまだ、砲撃できる範囲に入ってきてませんね。爆撃機が早速飛び始めてるな、敵は。いやー、きついなー。いつものことながら敵の艦列に第2艦隊はこのまま突入。第1艦隊も突入していきます。ちょっと遅れているので第1艦隊急いで突入。
敵との距離が詰められないな。詰める前にダメージを受けたくないんですけどね。第二艦隊も攻撃範囲に敵をもうちょっとで入ってくるかな。第一艦隊も急いで敵の位置を確認していきます。敵の空母の位置がまだ知れていないというタイミングなので、敵の空母の位置をまずはしっかり見極めたい。敵の空母発見、敵の空母に集中攻撃。それが軽空母であれ何であれ構わないので、とにかく集中攻撃。第一艦隊はどうしている？第一艦隊の出足がちょっと遅いな。了解。冬月は順調に敵の航空基地を探りに行ってくれてますね。ちょっと遅れていた第一艦隊も現場に到着しつつあるという状況で、第二艦隊は敵の空母を発見したら即座にこれを仕留めにかかります。第3艦隊もちょっと足が止まってるね。了解。撃て。了解。まだ日の出まで時間ありますね。いやもうここ敵の艦隊が殺到してるんで、うまくね入り込んでその魚雷攻撃ができれば、あるいは本当に一発逆転あるんですけどね。ちょっとそこまで入り込めるかどうか、雨が降ってくれればというところなんですが、ちょっと恵みの雨が降りそうな気配が今のところない。第2艦隊と第3艦隊の操船に集中しましょう。敵の正規空母発見したな。この正規空母はどうしても仕留めたいよ。了解。了解。よし、魚雷攻撃で敵を仕留める。撃て。敵の空母さえ仕留めればね、全然逆転のチャンスありますからね。いや大混戦になってるけど、まあ、当然ながら味方の損害の方が大きいのでね。
さあ第2艦隊も魚雷攻撃を仕掛けていく。敵の空母までなんとかこらえてね、こらえて、でここぞという時にぶちかましていきましょう。で冬月は位置を発見してくれてるね。そしたら2つ目の飛行場までなんとか頑張って逃げ切ってもらおう。さて夜明けだ。このタイミングを待っていた。まずは敵の航空基地、ここらで雨が降られても困るからね。もう逆にここはこらえてもらう。第2艦隊もだいぶダメージが出てるけどまだ戦える。第3艦隊もね同じです。まだまだ戦ってもらわなきゃいけない。いやー味方の方も損害が次々に広がってるけど、まずは敵の空母だよね。第3艦隊も敵の空母を仕留めるぞ。味方の爆撃隊が敵の基地には突入中ですね。これで敵の基地を破壊できればいいんだけど、いやー敵はまだ無傷の空母が何隻残ってるんだ。ヤマトもちょっと南下させましょう。そろそろヤマトの火力は捨てがたいものがあるんで、当然偵察機も飛ばします。何敵の基地破壊全然済んでねえじゃねえか。何やってるんだ。ノーダメージだぞ敵の基地。ちょっと航続距離見誤ったかな。ギリいけるかなと思ったんですけどね。ちょっとこのミスは痛いな。攻撃隊が戻り次第すぐさま第2波を出しましょう。さあ第2艦隊の救援だ。敵の無傷の空母を仕留める、無傷空母を仕留めるのが最優先ですね。艦隊は壊滅したのかな。第2艦隊は、第2艦隊は壊滅してるね。もう残ってる艦艇は数が知れてるな。了解、航空隊発艦。残った戦力でなんとか勝利をこの手に。ただ敵無傷の艦隊残ってるからね、まあ、ただ幸いなことにね空母とヤマトが無傷で残ってるので、
まだまだ諦めるには早い。味方の爆撃隊が飛んでいますね。これで敵の航空基地を半分減らせれば御の字かな。あと敵の航空基地もう一個ね、場所を確認しておきます。よし、爆撃隊が突入はできたね。いや、でも全然減らないな、敵の航空基地のダメージもね。これ見てると。びっくりするぐらい減ってないから。了解。撃て！了解！了解！もうちょっと敵の航空基地に近づきたいよ。よし、ここで恵みの雨だ。ここで恵みの雨だけど、ちょっと遅すぎたよな。その恵みの雨さんが。了解。了解。どの艦艇が動けないの？あ、ほとんど動けない。どの艦艇がとかじゃない。ほとんど動けない。敵の艦隊もそれなりにダメージは与えたとは思うんですけども、敵の航空基地が全くダメージ受けてないっていうね、厳しい状態ですね。了解！了解！了解！そしたらちょっと一個ずつ動かして、敵の基地にすり寄っていきましょう。空母もちょっと南下させます。敵艦発見、了解。了解。了解。このまま雨がね、降り続く可能性もあるので、駆逐艦が一隻ここで沈められたか。いやー、なかなか厳しいね。ちょっと時間をじゃあ進めるの早くしましょう。で、うわ、もうおとりだな。こやつらはおとりだ。了解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 。戦艦沈没。さあ、これで一旦攻撃ができる状態になったので、もう一発二発ね、航空隊による攻撃を仕掛けておきましょう。了解。いや、これで壊滅するな。間違いなく。味方の艦隊が。了解。偵察機を飛ばします。
これでもし勝ったとしても、もうさっきお話してた味方の艦隊が壊滅状態なので、まあ残念ながらどうにもならないかなっていうところなんですよね。さあ味方の艦隊は壊滅しました。残ってるのは空母とヤマトだけです。護衛機もいないので、もうアウトレンジ攻撃敵に発見されないようにこそこそと、爆撃隊を飛ばしていくのがやっとかな。うまくはまればね、敵に発見されずにこのまま敵の基地を破壊できるかなという気もしますけどね。発見されたらもうかなり厳しいですね。敵の偵察機に発見された。厳しいぞ敵の偵察機。まずこれ確実に落とそう。直縁が追ってくけど落とせないね。これで敵の爆撃機が寄ってくるな。しょうがない。これはもうしょうがない。了解。ヤマトも、了解。ここに来て改めて、突入ですね。航空隊発見、了解。日没までまだあと2時間ね、画面の右下出てるので、もう1回の攻撃は可能だと思います。これで、仕留められればいいんだけど、ちょっと距離があるかな。了解。航空隊発見。今全艦出撃しましたね。もう爆撃機、攻撃機ともにまだ数は残ってるので。本当に敵に発見さえされなければ、敵の攻撃さえこの後、受けなければ、本当に敵の航空基地を破壊するだけであれば、うまくいく可能性は十分に残ってるパターンですね。さあでは時間を早めましょうか。もう多分爆撃飛ばせないからね。では一旦家では一旦、北側に対します。ヤマトも同じく北進して退避。ヤマト、軽微な被弾はあるようですけども、まあ、憂慮しなきゃいけないような状態ではないですね。避難しましょう。空母もこのまま夜明けを待ちます。敵の艦隊。じゃあここで敵艦に発見されてる。向き、これは厳しいぞ。この空母は何もできないぞ。空母は何もできない。マジか。ここで全空母がやられた。空母の退避がちょっと遅かったかな。名実ともにヤマトも弾丸特攻だな。というような形でちょっと今回厳しい敗戦ということになりそうですけども、ちょっとどうすればいいのか本当に難しいんですよね。運要素もかなりあるとは思うんですけど、それでもこうやればクリアできる確率が高いよっていうね、そういうやり方は当然あると思うので、
ちょっとそれをねしっかり見極めていく必要があるのかなとは思っています。さあ大和の単艦特攻、こんだけの艦隊残ってるからね、敵はこんだけの艦隊残ってたらきついよな、そりゃ。でもこれだけ攻撃を受けても沈まない大和、さすがですよね。はい、というわけでちょっと沖縄戦リベンジ、先が長そう、遠そうなんですけども、皆さんからねちょっとコメント、アドバイス、ご指摘、ご意見、いろいろ伺いたいなと思いますので、今回の大和リベンジは試行錯誤しながらやるということで、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。味方は当然全滅してますね。敵のさ、全然沈められてないもんな。ただ、空母っていう観点で言うと、まず、正規空母ホーネット撃沈してて、ベニントンも大破、ベロウッドも大破、サンジャシント、これ軽空母どうなんだろう、まだ飛べるのかな。で、あとは第二艦隊からワスプ、エンタープライズ、ランドルフが、正規空母3隻ですけど、これがもう健在。あとは、第3艦隊から SX、バンガーヒル、ハンコック。ここまでが、まあ、ダメージを与えてますね。で、軽空母バターンに関しては、ノーダメージですね。いやー、なかなか厳しかったなー。航空機もだいぶすり減ってるもんね。もうちょっとやり終わったのかなという気はしますけど。はい。なので、ちょっと今回これはこれで動画として配信しますので、大和リベンジ。まあ、第1話というふうに名付けられるものではないので、試行錯誤のね、その過程もお楽しみいただきたいということで、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。はい。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、動画の解説欄に Twitter のリンクも貼ってありますので、ぜひ Twitter のフォローもよろしくお願いいたします。